激闘の末、井伊直虎の腕輪は守られた。織田軍と謎の少年ナタは即時撤退を敢行する。さらに風魔小太郎が反乱軍に朗報をもたらす。新たな腕輪が見つかったと。真田幸村と菅銀平らは意気揚々とその地へと向かう。だが彼らの前に予想だにしない敵が立ちはだかるのだった。あれはオリュンポスの兵。まさかついにゼウスたちが本格的に侵攻を始めたのか。その辺は偵察済みです。あれを率いているのはアテナって人でした。確かお知り合いですよね。ああ、ゼウスの娘。オリュンポスでも屈指の力を持つ女神だ。そして腕輪を盗んだ私を追っている。では新たな腕輪、そしてペルセウス殿をお守りするのが私たちの任務ということですね。それともう一つ、趙雲、漢光とかって人をはじめ劉備様のお仲間があっちについてるみたいっす。そんな、兄上たちと趙雲殿が敵？なんだと？優しき仁君よ、仲間に腕輪を譲り戦いを避けるか。いや、それはできぬ。事情は分からぬが、今の私がなすべきことは信長と話すこと、そしてゼウスから皆を守ること。そのためには力の源である腕輪が必要だ。ここで引くわけにはいかぬ。立派な覚悟だ。ではこの先へどうぞ。ペルセウス、もはや逃げ隠れはできない。父ゼウスを裏切った罪の重さ思い知るがいい。これだけの軍勢を率い待ち構えているとは、神の本気がうかがえるな。ペルセウス殿、ご安心を。共に力を合わせれば勝てぬ戦などありません。腕輪のあるかはアテナが守っている。南北には諸君の将が陣取っている。手薄な中央を進めば戦いは避けられそうだ。彼らとの戦いを避けると見越した罠かもしれない。確かに中央は避けて進もう。戦われろ。本当に趙雲殿が敵に？この目で見てもまだ信じられない。本当に戦わなきゃいけないのかな。破壊が好きか。腕は私が何とかしよう。君たちが無理をして戦う必要はない。聞いてくれ。いえ、私も戦います。友を置いて逃げることなどできません。私が君を裏切り者のペルセウスを仕留める。邪魔をする敵は誰であろうと切れ。承知した。あれ、銀兵、観策、参る。観策、お前まで。まずいにゃ。このままじゃ挟み撃ちにされちまいますぞ。ここは軍を二手に分けよう。我らは南から進軍するぞ。兄上、どうして兄弟で戦わないといけないんですか。今は言えない。そう
約束だ。フィックス、ねえ観測、本当に戦っちゃっていいの？だってすごく辛そうだし。辛くないと言えば嘘になる。だからこそ松雲殿だけに背負わせるわけにはいかないんだ。観測、そんな顔見てられないよ。通りたければ私を倒して、それしかない。なぜだ、制裁を傷つけるために強くなったわけではないのに。おお、よくやってくれた。わけにはいかない。責任を果たしましょう。破壊の好きか。武勇とて引けは取らぬ。触れてやるわけにはいかない。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。お前こそ真の三国武将だ。おお、よくやってくれた。強さ、興味深い。また戦いたい。
の分際で神を裏切るとは。神の勝手に人を巻き込むわけにはいかない。先に腕をさせるか。見事な腕だな。いえ、あなたこそ素晴らしいものの筆いらっしゃる。超支流参る。これが神の力。この力で皆を守りきる。いざ尋常に勝負。腕輪の力が目覚めたか。全軍ここへ集え。腕輪を奪い返すのだ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。敵が皆雪村殿の元へ向かっている。このままでは雪村殿が危ない。拙者たちで食い止めねば。雪村様の元へは行かせない。耐えられる邪魔。なんと素晴らしい武人だ。こんな出会いになれなければ。きっとあなたこそその熱き闘志、我が魂に響きました。獲得できました。ですが勝利を喜ぶ気にはなれません。趙雲たちには深刻な事情があるよ。どうにかできないだろうか。ちょっといい？頼みがあるんだけど。あれ？あんた、さっき敵にいた。お願い、観作たちを助けてあげて。無論、私もそうしたいと思っている。やはり、何か事情があるのだな。あのアテナって女神に、竜禅様が捕まってるの。だから、観作たちは仕方なく言うことを聞いてて。でも、あんな悲しい顔見てられない。なんと、我が子が。だから私はこっちに来たんだ。観作を助けてあげたいから。わかった。今すぐは難しいかもしれぬが、私としても彼らと戦い続けるのは胸が痛む。必ず何かしら手を打とう。よかった。そのためなら私もこれから何でも協力するんで。ああ、頼りにしている。悲しいこともあったが、仲間が増え腕輪も得られたことは行幸だったな。あの腕輪に宿る力は分身テューブグリュー、そして策にも長けた雪村殿にはぴったりだな。いえ、私などですが、
戦力を増やせたことは何よりです。これからもなお一層奮戦しましょう。私のかっこいいとこ見ててよね。オリュンポスの神による本格的な侵攻、ダッキとリョフの動き、そして信長の目的、解き明かすはずが謎は増えるばかりだ。この複雑に絡み合った糸を少しでもほぐすため、やはりまずは信長に真意を問いたい。闘争を始めん。まさか素直に話してくださるはずもない。力のぶつかり合いになるのは致し方ありませんか。こちらもかなり仲間が増えたし、腕輪も二つある。挑むなら今って感じもするね。うん、これ以上時間をかけてあちらに二つ目の腕輪を確保されてもまずい。いざ信長のもとへ。みんな私の思い通りに動いてくれて嬉しかったわ。疲れを感じさせず限界ギリギリまでやらせるの。そして修行の後には肉まんで体力回復。完璧ね。反乱軍を率いる劉備はついに迷いを捨て決心した。織田信長に真意を語らせるため覚悟と力を示すことを。織田信長は本拠の守りを固め反乱軍を待ち構えていた。人間同士の悲しき戦いに終止符を打てるか。織田軍との最終決戦の幕が今上がる。かつて信長に言われたことがある。これ式の力では自分に逆らうことも世を変えることもできぬ。そして彼の奥方や孫権殿は信長には覚悟があると言っていた。信念を貫き孤独な戦いを選んだのだと。私は正直迷っていた。みんなで協力し合って共に危機を乗り越えたい。だがそのために信長と戦うのは正しいのか。私が立ち上がったことで家族やかつての仲間同士が対することもあった。私は余計な争いを生んでいるだけかもしれない。しかしやはり結論は同じだ。信長の目指すものが見えぬ限りあのやり方に従うことはできぬ。真意を話すに値するか試したいというなら私も覚悟を決めて戦おう。そして信長に力を示そう。劉備殿、その決意この雪村もお支えします。私たちの腕輪が信長様に対抗する鍵ですもんね。
恥ずかしいですが頑張ります。うん、二人とも頼みにしているぞ。信長に全てを語ってもらいたい。そのためならこの勝負受けて立つ。来るか来る、ここは地獄。信長はあちらにいるのだ。だが中央を進めば北の敵勢に脇腹を突かれかねぬ。まずは北の城を落とし、その後信長のもとへ向かう。こたびの戦いは力を振るう覚悟を信長に示すためのもの。この龍玄太共に戦うぞ。僕の相手ができる強い人はいるのかな。総大将はあんまり強そうには見えないけど。案外やるけどまだ足りないかな。この程度じゃ僕は壊せないよ。ここを通すわけにはいかない。分次元参る。ならば真田の槍で貫くまで。いざかかったな。諸葛一族の名にかけて討滅してくれる。だがこの程度私の覚悟はくじけない。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。腕輪の力を引き出せるのは雪村殿、直虎殿、彼らがいなければ信長も取り合ってはくれまい。二人とも慎重に進むのだ。勇んで無茶をせぬようにな。おお、よくやってくれた。この城は我らが包囲した。敗北を認め武器を収めてくれぬか。戦わずに負けを認めるなどできぬ相談。体は痩せても根性まで痩せ細ってはいない。門の先にはどんな敵が。背後を狙わぬよう、この城は押さえておかねば。銀兵にここの守りを任せる。信行殿、銀兵を頼む。お任せを。銀兵殿と共にここは死守いたします。お願いです。信長のもとへ急ぐのじゃ。だがこの先にはそなたの父上もおられよう。親子で戦うことはない。ここに残るのだ。ホム、そちは優しいのじゃない。さあ残る者で信長のもとへ参ろう。いかに苛烈に出迎えられよう、絶対に引けぬ。さっきより盛り上がってきたみたいだね。僕も混ぜてよ。大事な戦いの邪魔はさせん。しかしこの者どこから現れたのだ。いいね。だけどあともう少しかな。道は開かれた。皆私に続け。やるの。褒めて取らすのじゃ。殿に会いたくば鬼柴田を越えていけ。
信長様よりあなた方を止めるよう仰せつかっております。この奥に信長が。心してかかりましょう。信長様のもとへは行かせません。ラン参ります。ムキムラ感服いたします。そんなにあの人に会いたい？私を満足させられたら通してあげてもいい？信長、いざ勝負！あれ？言いません！信長様が消えちゃった。これはどういうこと？はかられたか？今ぞ劉備らを囲み焼き尽くせ！皆、どうしてはならん。我らは試されているわ。何か手立てがあるはず。いや、いよいよ面白くなってきたね。今の必死な君たちなら楽しめそうだ。余計な敵と戦わねばならんとは。余計はひどいな。僕と遊べばいいことがあるかもしれないのに。面白かった。俺にいいこと教えてあげるよ。あそこに信長が作った隠し通路がある。じゃあね。何？おお、ここを抜ければ外へ出られるぞ。信長の居場所から火の手が。だが雪村たちは必ずやこの危機を脱して戻るはず。劉備殿や雪村たちの退路を確保する。城に迫る敵を切り崩すぞ。はい、劉備殿、無事でいてください。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。あっ、私ごときがすみません。全ては信長様のため。明智十兵衛光秀、参ります。やった。おお、私の危機を察して来てくれたか。世話をかけるな。劉備殿、よくそこ無事だ。そなたたちの助けがなくば危うかった。よくやってくれたな。私が出る。はい、知る必ず相手じゃねえか。やるの、褒めて取らすのじゃ。雪村、無事だったか。お前ならず切り抜けられると信じていたぞ。私も兄上の援護があると信じ突破しました。ここからは共に進みましょう。俺のこの意地引くわけにはいかん。ねえ、あの人に会いたいんでしょ？だったら私に地獄を見せてちょうだい。修羅を抜き、ここまで来た。その覚悟、信長に見せよ。信長、承知した。皆、私に力を貸してほしい。全軍、信長のもとへ。腕輪の力を借りたこの姿なら対等に渡り合える。もののふの意地ここに示さん。敵将打ち取って。信長様、私たち真剣なんです。分かってください。気で合うのか。
教えてください。あなたの目的は一体？信長には我らの道を開くため戦ってもらっていた。まあ悪役を気取るにしてもちとやりすぎだと思うがな。あのお二人は？我らは戦界の住人。かつてお前たちと共にオロチと戦ったものだ。オロチ、破壊の意志と圧倒的な力を持つ魔王。かつてオロチは時空を歪め、お前たちの世界を融合した。己を終わらせる者を求めて、戦界の者が見守る中、お前たちは力を合わせオロチを滅ぼした。その後現れた妖者、そして絶対の破壊神をも倒し、皆元の世界へ戻ったのだ。ここで起きたことは全て忘れて。だが世界は再び融合した。オリュンポスの神ゼウスの手によって。ゼウスが作ったあの腕輪には二つの力が込められている。一つはオロチの力。これにより失われたかつての絆が徐々に結ばれ、オロチが作り出した世界が再現されていく。だが魔王がいない状態で無理につながれたこの世界はあまりにも不安定だ。我らのように強い力を持つ存在が強引に介入すればたちまち壊れてしまう。そこでもう一つ、神や仙人の力を徐々に浸透させることでより強い存在を受け入れられるようにしているのだ。お前たちや信長が腕輪を使って戦ったことで世界の融合、そして強い力を持つ者の介入が徐々に可能になった。だから私も今ここにいるのだ。戦界でもなぜか一つ力のこもっていない腕輪を発見してな。調べたところ先ほどのようなことが分かったのだ。そこで私たちはイザナギの力を込め、この世界に偶然最初に招かれたナタに腕輪を託した。たまたま近くにいた信長と戦ったら腕輪が反応したからびっくりしたよ。イザナギってああいう苛烈な人が好きなんだね。あの力ってよっぽどの時じゃないと発動しないからさ、信長には本気でみんなと戦ってって頼んだんだ。なるほど、だからわざと悪役を。それもあります。しかし大いなる敵との戦いに覚悟なき者は不要。だから確かめたの。この人に抗うだけの信念があるか、もしくは共に戦うだけの力があるかを。あなた方の覚悟は信長様も認めるところ。以後は共に戦わせてくださいませ。数々の無礼許してもらいたい。我らはこの世界に来て妖魔に襲われていたところを信長殿に救われたのだ。思い出しただけで咳込むほど恐ろしい体験でした。恩を返すためこちらについていたが、信長殿があなた方を認めたのなら私たちにも否いはない。どうかよろしく頼む。ところで腕輪はなぜ戦界に持ち込まれたのだ？何か心当たりは？それが分かれば苦労はない。先ほどの情報も我らが懸命に調べたのだからな。オロチの大釜も
知らない間に盗まれてたしね。ま、気づいたら戻ってきてたけど。そうか、一体誰が。地獄の開幕ぞ。戦なき地平、見るために。地獄が好きなの。ラン、修羅に入ります。鬼柴田が魂を見せん。諸葛孔丘、一族の誇りを胸に、いざ。白伯爵、死ぬ気で参ろう。燃え上がれ闘志よ。分事件、いざ参る。わかった、すぐに肩をつけてやろう。僕が最強だって分からせてあげるよ。僕の力見せてあげるよ。貴様の才と器は我が父の片腕にふさわしい。人の王として我らと共に世を支配せよ。とつ国の天を滑る存在、新たなる世界、そして人の王。荒唐無稽な話だな。証として力を授けよう。貴様ならば使いこなせるだろうからな。魔王オロチ、私たちはかつてこの世界で戦っていたのですね。時折妙な記憶がよぎるのはそういうわけだったのだな。この世界が徐々につながっているように、記憶も少しずつ蘇っているのだろう。いずれ全て思い出すやもしれぬ。神殿の城が攻められてるみたいで、敵にはアテナって神様と、もう一人神様がいるとか。もう一人、もしやアレスまでもが降臨したのか。アレス、ゼウスの息子だったか。神が二人となると厳しい戦いになりそうだな。それと総妃殿と秀吉という方もいるそうです。秀吉様が？なぜ人をもてあそぼうとする神などに。そんなのここで考えてても仕方ないよ。僕さっさと戦いたくてたまらないんだ。ねえ、早く行こう。確かに急いだ方がよかろう。剣心殿が心配だ。みんな救援に向かってくれ。
織田信長の真意を知り、劉備らは安堵した。織田軍、そして旋回の徐華と灘も加わり、連合軍はさらに盛況さを増す。しかし防備を固める間もなく、オリンポスの女神アテナが上杉の本拠に迫る。神の軍勢との戦いが本格的に始まろうとしていた。新たに敵の神が降臨した。その原因はやはり我らの腕輪にあるのでしょうか。違うとは言えぬな。だがそもそも神がこの世界に来なければ何も尋ねることはできない。私たちにとってもあまりに手がかりが少なすぎるのだ。むしろ神が動いてくれてよかったよ。ですがこの力を使えばまた敵が増えるかもしれません。なるべく頼らぬ方がいいのかもしれませんね。すまない、私が何も知らず不用意に腕輪を探させたせいで。ペルセウス殿のせいではありません。あなたはこの世界を救うため懸命に動いてくださっている。むしろ感謝しています。ねえ早く行こうよ、僕待ちくたびれちゃったんだけど。あ、待ってください。ナタ殿。ナタめ、相変わらずせっかちな。では私たちも行くとしよう。さあ、ゼウスに忠誠を誓った者たちよ、この世界を我らのものとするのだ。思った以上に敵の数が多いな。すでにかなり押し込まれているようだ。献身校のもとへ急ぎましょう。なぜ急に攻めてきたんでしょう。打ち取った。私の筋肉通じるのかな。後ろ向きになるなど銀兵殿らしくありません。筋肉で戦うのではなく魂で戦うのです。雪村殿は難しいことを言うな。頼もしき同志を得て私は幸せだ。ペルセウス、我ら欺き腕輪を盗んだ裏切り者、何としても奴を捕らえ責任を果たさない。落ち着け、アテナ。兵は廃してある。奴が引っ立てられてくるのを待つのだ。間に合ったようだな。救援者、この死地共に楽しまん。私が出る。雪村、感服いたします。アテナはなぜこうもあなたを敵視するのでしょうか。彼女にずいぶん目をかけてもらっていたからだ。打ち取ってみせよう。裏切ってでも私にはなすべきことが。どうだ、万有だったか。あっぱれ。汝が逃走見事、この地の邪は払われる。ですが、まだ終わっていません。影勝と兼継ぐが前線で戦っています。なんと、急ぎ向かわねば。ペルセウス殿、どうかなさいましたか。驚いていた。雪村殿も銀兵殿も、戦場に立つと人が変わるから。そうでしょうか。私、戦場でも普段も非力だから申し訳ないです。父の子ではある。ペルセウスは所詮半人。
人の血が時に愚行に走らせるのだろう。理由などどうでもいい。私が奴に隙さえ見せなければ。お待ちなさい。この先には行かせませんわ。どうしてもというなら悪夢を見てもらうことになるわね。死ぬ。か弱い君たちが僕を壊せるとでも？仕方ないな。現実を教えてあげるよ。これでお二人の元へ向かえる。影勝様、金継殿、しばしお待ちを。私を恥ずかしめるなんて、覚えておきなさい。あなたたちの顔忘れない。ここで救援とは、地獄で仏、その義と愛に感謝するぞ。かたじけない。敵の増援か、ならばまとめて撃滅せん。ほう、あらが人間め、無駄なことと知るがいい。なんという大軍、覚悟を決める時か。形勢不利か。じゃがまだお前たちに倒れられては困る。私とナタで食い止めよう。その間に戦場を脱するのだ。なぜこのような世界を作り出した。我が父ゼウスがそう望んだからだ。くだらんな。へえ、結構強いんだね。後だ。我らに協力しろ。よかんなと。我が力、欲しくは貸そう。ここは我ら三人で食い止める。お前たちは戦場を脱するのだ。しかし、雪村殿、ここは逃げよう。あの力、私たちでは太刀打ちできない。雪村、感服いたします。この世界の人間の力は計りがたい。思っている以上に強く魅力的だな。その勇気、アヤの心にも響きましたよ。やっぱりこっちへ来てまったが、しょうがないの。残念だが、ここは当選。なり殿、なぜ。雪村殿、気をつけて。すごく強そうな子たちがいます。雪村、救援の鍵今こそ返す。ここは任せよ。お前たちは迂回し、退路を確保するのだ。敵将撃ち取られる。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。この怪物を倒したのか。どうしようもないバカどもだな。こうなったら腹くくるしかねえ。いつらに、あの二人を止めるで。ペルセウス殿、私が出る。行きましょう。あなたとならどんな窮地も切り抜けられる。そうだな、私もそんな気がしてきたよ。やっぱりスサノオは強いや。でも僕の敵を取らないでよね。バク、この世界の敵は手強い。我が右腕なるナレがいれば助かる。あなたこそ
天下無双の強者です。なぜ邪魔をする。人間がどうなろうと貴様らには関係あるまい。知らなすぎ。やつらをあまり侮らぬことだな。その勇気、アヤの心にも響きましたよ。なぜ神を現れ、人が神に勝てるとでも思っているのか。頼もしき同志を得て、私は幸せだ。お、来た来た来た。ひよまさ、敵が来たんだ。大声出すな、バカ。ヒレオシ様の命だ。ここは倒産。早く、あと少しで逃げられるので、どいてください。ここは一度立て直す。打ち取った。小賢しいな。どうあがこうと我らから逃れられはしない。なんとか振り切れましたね。ジョカさんたち大丈夫でしょうか。彼女たちなら心配ないだろう。だがアレスがこのまま逃がしてくれるかどうか、その時は今一度力を合わせましょう。ああ、不思議だな。君たちとなら乗り越えられそうな気がする。いざという時のために船を用意しておいた甲斐がありましたね。急いで乗り込んでください。おお、これぞ天の助け。感謝するぞ諸葛亮殿。追っ手がかからないうちに急いで逃げましょう。結局城を守りきれず申し訳ありません。謝ることはありませんよ、雪村。あなた方がいなければ私たちはどうなっていたか。救援者ス、あの敵は強すぎる。アテナにアレス、そして腕輪の力を扱える者が二人か。こちらも腕輪を使わねば勝つのは難しい。しかし腕輪を使えば敵がさらに増える危険もあります。一体どうすれば。今は思い悩む時ではありませんよ、雪村。せっかく旋回の方々が足止めしているのです。まずは逃げ切ることを考えなければ。